どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、こちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、先日ねこちらの今ねこれに出てる動画で解説させていただいた通り、プライオリティパスがですね9月1日より付帯になったということで、まあ実質情報解禁だったら8月の31日、まあ細かいところはまあいいんですけども、まあそんな感じでね、あの ANA アメックスゴールドにですね、まあ朗報ということでプライオリティパスがね付帯になりましたよね。で私もね9月1日ぐらいに解説動画ねこちら出させていただいたわけなんですけども、まあその時にですね、まあ実際に申し込んでですね、プライオリティパス、まあどのぐらいでね到着するかっていうのをですね、今回の動画ではね解説ねやっていきたいなというふうに思います。で、まあ、早速なんですけども、もうね、こちらにプライオリティパスね、到着しております。一応ね、エアーメールで来て、まあ一応香港からね、送られてきてるそうなんですけども、まず、申し込みをした日なんですけども、私はね、9月1日に、申し込み、まあ動画上がってる日にね、申し込みすぐしたんですけども、なんとですね、私9月の頭、まあ中旬ぐらいから、まあ10日間ぐらい、まあ結構短めだったんですけども、ちょっとね、海外にいたんですよね。ですので、まあ、プライオリティパス到着するのね、まあその間に届くかななんていうふうに思っておりまして、まあまさかね、帰国後にね、到着すると思ってなかったんですけども、なんとね、これね、昨日到着したんですよ。ですので、9月の今日が21日なんで、9月の20日にね、到着したっていう感じなんですよね。ですんで、申し込みしたのがね、9月の1日ですんで、かなりね、時間がかかったんですよね。これはね、結構驚きで、今までね、プライオリティパスね、私、アメプラの時も申請したんですけども、そんなにね、かかる印象なかったんですけども、まあ、今回ね、ANA アメックスゴールドに付帯して、まあ、新規でね、サービス始まって、まあ、ANAアメックスゴールド時代ね持ってる方結構いらっしゃる関係もあるのかななんていうふうに思うんですけども、まあ大体ね20日間ぐらいね今回かかりましたので、またねこちら、まあ国際郵便のね普通郵便でこちら到着しておりますので、今はね郵便自体は土日祝日配達ね普通郵便やっておりませんので、そのねもともとの配送日が土日に当たったりするとですね、郵便止まりますし、またねこの郵便も多分ね影響食らってるかもしれないんですけども、台風先日ありましたよね、まあ、そういうので止まっちゃうとまたそれもね遅れてしまう部分もあるかななんていうふうに思いますので、まあ20日間ぐらいかかるっていうふうにね、まあ、今回なりましたんで、利用予定の方はですねできるだけ早くねこのプライオリティパスね申し込みしていただければなと思います。正直本当にねこんなにかかると思ってなかったんですけども、まあ、実際ねこのぐらいかかってしまったっていうふうになりますんで、今後ね海外行かれる予定のある方はですねぜひね早めに申請ねするようにしてください。本当にねこんなにかかると思ってなかったので、まあ遅くても10日か2週間ぐらいで到着するんだろうなっていうふうに思ってたんですけども、まあ大体3週間ですよね。はい、かかりますんで、この点はね、ご注意ください。それではね、接続、到着いたしましたので、開封ね、やっていきましょう。あとね、登録とかも多分必要なんじゃないかななんていうふうに思ってるんですけども、はい、ちょっと開けていきましょう。まあこんな感じのね、封筒で、はい、ここにね、プライオリティパスのロゴがついてますね。まあ表面は、こんな感じだったら別に大丈夫か、はい、こんな感じですね。エアーメールということで、一応中国から送られてきてるんですかね。はい、でも日本とかも打たれてないんで飾りかもしれないですけどもちょっとここはねよくわからないです。ということで開けましょう。まあ今ね、プライオリティパス自体はこれ物理カードがね中に入っているわけなんですけども、アプリでもね、利用することができますので、アプリでね、ログインしていただいても利用することができるっていった形になります。で、開けるとね、こんな感じで、はい、プライオリティパスということで、ここにね、アメックスグローバルコレクションのね、文字が入っていると思いますけども、前回の動画で言った通り、これはアメリカンエクスプレスが発行しているクレジットカードで、アメリカンエクスプレスのプライオリティパスっていう風になりますんで、中部国際空港のピザレストランであったりですね、プライオリティパスが提携している、レストラン特典っていうのは、このプライオリティパスではね、利用することができませんので、この点はね、本当にご注意ください。使えると思ってね、発行していったら使えないみたいなね、こともありますんでね。はい、はい、ということでこんな感じでプライオリティパスね実物が届きます。で裏にですね日本語で説明書きが記載されておりますね。非常に分かりやすくていいんじゃないでしょうか。はい、でもちょっとなんか印字が
まあ、ちょっとここはお見せできないですけども、インジがかなりね、はい、雑な感じになっておりますね。で、中にはですね、こんな感じで、ウェルカムトゥラウンジクラスということで、まあ、名前とね、プライオリティパスのメンバーシップの、記載がされております。で、全部ね、残念ながら日本語じゃなくて英語になっておりますんで、まあ、このプライオリティパスですね、前回言ってる通りですね、このプライオリティパスは、年2回無料で入ることができるプライオリティパスっていう風になっておりますんで、3回以上ね利用する場合はですね、利用方法ね1回目と2回目と変わんないんですよ。プライオリティパスをね受付で出しますよね。そうすると、大体ですね、レシートみたいなのが切られます。で、それを受け取って、まあ、利用するみたいな感じなんですけども、その利用方法自体はですね、2回目も3回目もだから有料でも無料でもね変わんないんですよ。で、2回目まではそのレシートが、ね、発行されたとしても、まあ、特にね請求は来ないんですけども、まあ、3回目だとですね、3回目利用しましたねみたいな感じで、まあ、3回目のね利用分が、まあ、お金ね取られる、まあ、後からね請求がクレジットカードの方に来るっていう風になりますんで、2回までしかね無料で利用することができませんので、まあ、この点はねご注意ください。まあ、そんなもんですかね。はい、あとはこの冊子ですね。この冊子にはいろんな空港のですね、プライオリティパスで入れるね、ラウンジの一覧がね、こんな感じで、空港別にね、記載がありますので、まあ、この情報ちょっといつのかわかんないですけども、まあ、一応ね、冊子がね、入っておりますので、まあ、これを参考程度にね、していただければなと思います。この封筒にもね、2021年プライオリティパスって書いてあるんで、去年じゃないですか。ですんで、まあ、この情報も多分ね去年のなんじゃないかななんていうふうに思っておりますので、これに載ってるけどね使えないラウンジっていうのも正直あると思います。まあ、どっちかというとね、私の感じだとアプリの方がねどんどん更新されてるんじゃないかななんていうふうに思っております。今ねちょっと軽く見たんですけども、先日ね出しましたけど、ジャカルタスカルノハッタ国際空港って、私タイ航空の、ビジネスクラスに乗ったんですけども、あそこタイ航空の指定ラウンジがなくてっていう動画を出させていただいて、まあ、結局アメプラを持ってたんで、アメプラはプラザプレミアムラウンジっていうのが独自で提携組んでるんで、まあ、入れたから良かったんですけども、あの時もですね最初入れないって言われた後にプライオリティパスのラウンジ行こうと思ったんですよ。そしたらプライオリティパスのラウンジクローズっていうかもうなくなってたんですよね。多分あれはねクローズ、なんか一時的なクローズみたいなんじゃなくて、もう本当に閉鎖みたいな感じでねなっておりまして、今軽く見たらね、やはりそのあれ、確かにあそこサファイアラウンジかブルースカイ、ブルースカイラウンジだったかな、はい、昔利用したと思うんで、やっぱりねここに載ってるんですよね。ですね、この情報もねそこまでね新しくありませんので、まあこの点はねご注意いただければなと思います。どっちかというとねアプリでね検索していただいて、まあ、利用していただくのがねいいのではないのかなと思います。それではですね、次にねこのプライオリティパスね、せっかくゲットしましたので、スマートフォンアプリね登録やっていきたいなと思います。ではね、プライオリティパスのねアプリをねダウンロードしていただいて、この紙には特にねQR コードとかついてなさそうですね。うん、あ、でも一応アプリがありますみたいな案内はねこれに書いてあるんですけども、 QR コードとかはね普通にないんで普通にダウンロードしてください。ではねここにちょっと画面出しておきますね。まずね、利用を開始するということで、下でねこちらからご登録くださいっていうのがあると思いますんで、こちらを登録しましょう。でこれをクリックすると、クッキーを受け入れるということで、会員番号ねアカウントを有効するということで、このカードのね表面にちょうど私の今指で隠れておりますけども、まあ、このところにですね番号書いてありますんで、それをね入力してください。会員証は表面やプライオリティパスのお知らせに記載されていますって、まあ、書いてあるんでね分かると思いますけども、これを入れていきましょう。で決済カードの、下4桁または認証コードっていうのがありますね。この紙にねコードがね記載されております。ちょっと見せらんないんでちょっと隠しますけども、ここにね記載がありますんで、4桁の番号ですね。はい、メンバーシップナンバーっていう隣にねコードが記載されておりますんで、まあ、それをね入力してください。はい、ということで、アカウントの作成ということで、メールアドレス等々のねあれが表記されます。ではここはちゃん個人情報をね入れていきましょう。まあここはそんな難しくないですね。もう本当に個人情報入れていくだけなんで。はい、では個人情報入れました。そしたらね下の方にユーザー名とパスワードっていうのがねありますんで、まあここもねまあお好きな5文字以上のやつとかねパスワードね決めて入力していきましょう。
ではね、あの入れ終わったら下の方のね、お客様情報じゃなくて会員規約とかね、まあ、そういうのを、同意して、アカウント作成をね押していただきます。はい、これでありがとうございますということで、お客様アカウント有効化完了しましたということで、これでねアカウントができましたということで、これで、ログインしましょうということで、送迎往復も楽々スムーズにスタートしましょう。これなんでしょうね、ちょっとわかんないな。まあこういうのも多分プライオリティパスでサービスがあるのかもしれないですね。まあこれちょっと無視しておきましょう。はい、ということで、プライオリティパスへようこそということで、これでね、あのアプリの方は、準備完了っていう風になりますんで、まあ、これでね、利用できるっていった形になります。でプライオリティパスのねラウンジを調べたいときは、このね都市名とかここら辺に空港コードとかね入れていただくと、まあ、出てくるっていった形になります。今のね近くの空港とかもこんな感じでね出ることが出ておりますので、まあ、そこからチェックすることができます。海外だとね結構これ、今のいる空港ね勝手に出てくれるんで結構便利だったりします。で実際の利用方法なんですけども、一応ね個人的にはこれ持っといた方がいいと思います。なんかでねアプリが使えなくなったとか、まあこれもログインとパスワードでね入りますので、まあ、どっちかを飛ばしてしまったとかね、そういった時に使えなくなってしまうと意味がないんでね、一応この物理カードもね持たれることをお勧めします。でそれに付随してこのクレジットカードね対応のね、それも一応ね持たれておくとね安心かななんていうふうに思いますんで、これも一応持たれておいてください。でこのアプリでの利用方法としては、このカードっていうのがありますよね。ちょっとねこれに出しておきますけども、ここにですねこういった感じでこの下のカードっていうのを見せると、ここでね見ることができます。でまあここに QR コードついてると思いますんで、まあこれでね見せて入ることができるっていった形になりますし、この下の方にねアップローデットにね入れることもできますので、まあこれでね基本的には利用していただくのがね簡単で楽かなと思います。アップルウォレット入ってればね本当にパッと出してピッてやってもらって入れるみたいな感じでね利用することができますんでね、まあそんな感じですかね。まあそれ以外にはね基本的に私はねいじったことはあんまりなくて、まあ一応ねこのアカウントの通りにね利用履歴とかね見ることができますんで、まあこれちょっと今登録したばっかりなんでね載ってないですけども、まあ私のねアメプラのプライオリティパスのアプリとかね、この利用履歴見ると全部一覧でね今まで利用したのが全部見れたりしますので、まあ先ほど言った通りですね、このANA Amex のねプライオリティパスは2回までしか利用できませんので、3回目以降利用すると有料になりますよね。まあそれも全部この利用履歴でね見ることができるっていった形になりますんで、まあこんな感じでね利用していただければなと思います。はい、ということで今回ですね、 ANA Amex Gold のプライオリティパスがね、到着いたしましたので、実際のね有効化の方法等ですね解説させていただきました。発行、まあ ANA Amex Gold ね保有されている方は、まあ、年2回までね無料で利用することができますので、まあこれね持ってる方はね申し込まない手はねないかななんていうふうに思いますし、まあ時間帯によってはですね ANA の成田羽田のね ANA ラウンジもね利用することができますんで、まあちょっと私はね断られた経験の方が多いんで、まあこれがおすすめですって、ANA ラウンジをね目当てで発行されるのはおすすめしてないんですけども、一応利用することはね時間帯を選べば利用できるかななんていうふうに思いますので、保有されている方はねこれ申請してね特にね損はないかななんていうふうに思いますので、ぜひね、発行してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。で最後にですね、この ANA Amex Gold ですね、今新規入会キャンペーンやっておりますよね。で9月の27日で今のね過去最大級のキャンペーンですね終わってしまうっていう風になりますんで、発行検討されてた方はですね、ぜひねこの機会に発行していただくのはね個人的にはね今一番いいタイミングではないのかななんていう風に思いますので、そちらもねこちらの動画今出しておきますけども、こちらの動画でね解説やっておりますんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。